110番です。誘拐されたんです。誘拐？手足を縛られてて車でどこかに運ばれてるんです。どうやって電話をかけてるんですか？え？出口がない。おい、さっきから何をガチャガチャ晒しとんじゃん。お前、借金があるんですよ。誘拐したってお金ありませんよ。あなたも閉じ込められてるんですか？私だけじゃない、周りにいっぱいいる。年齢も確認できただけでも11歳から75歳までいました。盗難愛者に売り飛ばされる。でもどうして携帯残したんでしょう？人身売買じゃないかもしれません。国際組織の犯罪かもね。どうしてそんなに落ち着いていられるんですか？どうせ逃げられねえだろ、海の家だし。諦めるもんか。どこに行くんだよ。おい、僕の妻と娘探してください。父さんが助けてやる。だから絶対待ってろ。